皆さんこんにちは、追っかけ情報局のりこです。今週の日曜日、8月21日の夜7時58分から放送されます、世界の果てまで一滴で森山中の大島さんがまた b ーファーストのパフォーマンスを披露するんではないかということがとっても話題になっています。で、どういうことかと言いますと、一滴の ホームページで時間予告を確認してみたんですが、前回話題沸騰だった b ー s t 大島が宴会場を飛び出し、とんでもないところからパフォーマンスをというふうに書かれています。とんでもないところってどこだろうって思いますよね。で、このお話の裏側については、おそらくなんですけれども、2、3日前に公開されています 森さんチューブという森さんちゅうさんの公式 YouTube チャンネルがあるんですがそちらの中で大島さささんんと村上さんがのの裏側のお話を公開されていますでこのお話とこのイッテ Q の予告の文言を照らし合わせてみるとおそらくですね今回公開されるのはこのザ「THEMUSICDAY」の放送の様子なんではないかなというふうに思っています。で このザ・ミュージックデイなんですけれども大島さんがどういう心持ちで臨んだかっていうことがこの森さんチューブの方でいろいろとお話しされていましてその中で分かったことはもう本当に緊張してたみたいで吐きそうだった思ってるより100倍緊張したということです。 もともとこのお話が来た時にはザ・ミュージックデイの出演依頼が来た時にはよっしゃ一丁やったろかって思ったっていう風におっしゃっててうわ大島さんさすがめちゃくちゃ頼もしいなっていう風に思ったんですけど実際に当日を迎えてみると本当に緊張したということですでただすごくやっぱり大島さんらしいなと思ったのは数分間かもしれないけれども b ファーストのメンバーになるからにはやっぱり心を通わせなきゃっっていいうふうに思ったということこです。なのでメンバーといろいろコミュニケーションをとる工夫をたくさんいろいろしたというような話があったりとかあとは本当に練習時間がすごく少なかったと。メンバーと一緒に練習したのはカメラリハカメラリハーサルの30分間だけだったと。 その後に15分くらい練習しただけで本番を迎えたということで、やっぱり練習が少なかったっていうことも緊張の一因になったのかなと思うんですけれども、本当に緊張したということで、当日本番の時には大島さんはですね、前半の振りを全部間違ってしまったというふうにご本人はおっしゃってました。見てる私たちは全然それは分からなかった 私たちはというか私には分からなかったんですけれども大島さんとしては前半の振りを全部間違った本当に悔しくて終わった後と動けなかったっていうふうにおっしゃってましたでただそこで蒼太と俊斗が大丈夫でしたよ最高でしたよっていうふうに声をかけてくれたっていう話もしてました大島さん本当に本気で挑んでくださったからこそここまでの緊張をしたんですよねいやー 多分 BE:FIRST のメンバーの顔に泥を塗るわけにもいかないとかたくさんいろんな思いがあったんだと思うんですけれども大島さんって言ったらもう芸能界では大御所って言ってもいいんじゃないかっていうぐらいのもうベテランの芸人さんなのでまあこういう大舞台でもそんなに緊張しないのかなとか勝手に思ったりし,たしてたんですけれどもやっぱりいつも活躍されているお笑いとかバラエティの舞台ではない。 ところに立つっていう意味で、すごく大島さんとしても緊張されていたんだなっていうことが分かりました。ただやっぱり私たち視聴者としては本当に楽しませてもらいましたよね。私ですね、個人的なすっごいこの日のこのザ・ミュージック・デイのすごい残念なことがあったんですけど、実はですね、私このザ・ミュージック・デイリアタイしたんですよ。リアタイで見たんです、一回。 で録画もしてたんですでリアタイし終わった後によしもう一回見るぞと思って録画の録画を再生してみたらなんとスポンジボブが録画されてたんですよもうえってなったんですけどで録画してるから後でじっくり見ようと思って最初はですね、まあ、全体を見てたって感じだったんですね でそうなるとやっぱり大島さんが気になっちゃって大島さんばっかり見てたんですねやっぱりそれぐらい大島さんはビーファーストの中にいても人の目を引き継げる存在なんだなっていうふうに思うので大島さんがこれほど努力してくださってるっていうのは本当に嬉しい話だなっていうふうに思いますはいで今回の「イッテ Q!」でまたこのパフォーマンスが見れるかもしれないので私もスポンジボブじゃなくてこのパフォーマンスが見れるのを楽しみにしています 1> 1 Q この日は2時間スペシャルということなのでもしかしたら普段の放送よりもご覧になる方が多いかもしれないこのタイミングで BE:FIRST のパフォーマンスが放送されるかもしれないっていうのは本当にワクワクしますね。はい、い以上でです。どううもありがとうございましした。た。おかけ情報局リコでした